これを見れば球場へ行きたくなる広島カープ選手名鑑。さて、はい、今回も、いやもうですね、この大好評企画でございます。いや僕もですね、東進ハイスクールの講師じゃないかと思うぐらいに、僕の教え方がうまいのかと錯覚するぐらいの上達ぶりで、本当にもう上手に言いますね。いや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 、僕もそうです、ね、とにかく先生から吸収しようと思ってますから、またまた今日もじゃあ本当にね、学ぶは今しかないでしょうということで、そうですね、やりましょうか。さあ今回赤の勉強ですね。今回はですね、今までずっとこう、日本人選手でしたけども、やっぱりですね、やったやっぱり個性豊かなところというか、やっぱりこう助っ人と言われるですね、はい、選手かなと思って、今回これ持ってきました。ガン出ました、キャノミコライオ投手。もうね、ミコライオって何度か耳にはこうするんですけども、はい、そうですよね、一体どんな選手なのかっていう。まずですね、中島さんがこれまで出会った人類の中で一番でかい化け物です。そうですか、わかりやすい、もう白ひげみたいなもんですか、はい、ワンピース。いや、まさにそういう形です。うわ、でかいっていう、はい、もう2メーター7センチあるんですね。2メーター7センチ、はい、野球選手で2メーター7って言ったら、これもう馬場さん以来じゃないでしょう。そうですか、馬場さんが2メーター6センチですか、10センチですか、あ、だからだってジャイアント馬場さんってプロレスラーに転向してからもう、ね、ジャイアンツの選手ですから ね、ジャイアンツの選手から風呂場で石鹸を踏んでしまって転んでしまってガラスにパリン言うて、その後プロレスラーになったという。あ、はい、そうなんですか、風呂場で転んでプロレスラーになったんですか。そうなんですよ、馬場さんって、はい、だからあのデカさで転んだから相当ダイナミズムな、だから位置エネルギーが半端ないですよね。本当そうですよね。はあ、でその人と並ぶぐらいの身長を持つキャム・ミコライオなんですけど、キャム・ミコライオ、キャムですね、キャム、はい、キャムです、ハンディ、まあ、キャム、業界人が偉そうに言うキャム、キャメラのキャです、キャムですね、分かる、あ、分かりやすいですね。その、もう身長だけで言っちゃダメなんですよ、なんと、足のサイズが 36.4センチ。嘘でしょ、36.4 って言ったの。 36.4cm で今日本球界のプロ野球選手の中で一番大きいです。え、待って、本当？本当です。馬場さんですら30なんです。30、だから16問キックですからね。ああ、そっか。 36.4 だと僕ね、今何も資料を見てないんで、僕の頭の中で言ってるんで、皆さんこれ本当に間違えてることも多々あります。でもまあ雰囲気でクソでかいっていうのが分かれれば。でももっと驚くのは、この人は中学校1年生の時に身長が170センチだったんですけど、もう当時からそれぐらいの足のサイズがあったという。アニメですよ、もうジブリアニメですよね。そうですね、170センチの男がここ 36.4 センチあるんですか。もうディズニーのキャラクターですよね、もう本当にまさにディズニーですっていう、でっけという逸話を持ってるんです。もうそこの時点にちょっと食いつきませんか、この人。いや、もう食いつく、だからね、そういうところから欲しい、はい、もう好きになっちゃった。はい、でカープに入るまではメジャーの時の写真をこう紐解いていくと、全然ひげを生やしてない好青年だったのに、いつの間にか来日した時は本当にこのひげもじゃになっていたっていう。それなんで、やっぱりこうキャラを作ろうとしたんですか、ね、それもあるかなと思ったら違くて、まるで中学生の発想で、メジャーリーグの時に絶対に生やしちゃいけないというスパルタ教育で生やせなかったから、その反動でグレて生やしちゃったみたいな。だから今伸ばしたいんだって。夏休み明けてちょっと金髪してみるよ、ね、いや、まず夏休みデビューみたいな感じですよ。日本デビューです。はい、日本デビューしちゃいました、やっと。はい、でもうあの顔立ちで、この顔立ちで赤を着てるもんですから、もうサンタクロースにしか見えなくなっちゃってるんですよね。うわー、すごいな。はい、でもですね、その来日した時もいろいろエピソードがありまして、まず空港でコーディネーターと会えずに、迷子になっちゃって、どうしたかっていうと、そこでまあ待っとけばいいんですけど、自力で広島入りしたんです。あ、もう自らの力で、はい、大阪空港が確か、その大きな足で、はい、すごいね、踏みしめながら。そうですよ、全く自分が未踏の地をですね、降り立った日本で自力で広島まで来ちゃったっていうですね、そういうちょっと冒険心というか。うわ、ミコライオさん、ちょっと面白いんです。いや、これすごいな。はい、はい、いいですね。いいでしょう、ミコライ。打率の話とか一切出てこない。こう楽しくてしょうがない。もうこの人はデータっていうか、まあ、数字に関するものはサイズだけですね。打率とか防御率とかどうでもいいです。どうでもいいです。2メーター何センチと。防御率ってことは投げる人なんですか？ピッチャーっていうですね。やっぱこの長身を生かした。もう、高いところから。もう上から、2階から目薬とはまさにこの人のこと。そういうことじゃないですか。
2階から目薬って難しいって意味でしょ。まあ、だそれぐらい打つのが難しいというですね、まあ、入れる方とはまた打つは違う、逆の意味で。そうです、そうです。しかもですね、ピッチャーからキャッチャーの距離って 18.44、 18m44 センチって決まってるんですけど、はいはいはい、それが 2m7 センチが前に一歩踏み出してさらに手を伸ばすわけですから、僕のイメージでは 3.2m ぐらいになってる。もう手渡しじゃないですか。そうです、キャッチャーに手渡しでしょ、はい、もうこれ、はい、すげえ、そう思ってみたら楽しいですね。ここだけでもう、ここまでいて、これだけでもうずっこうですね。あ、そうかそうか、もう向こうまでで、あと、これだけでも、はい、っていうぐらいの錯覚を起こすような、まあでかいです、ね、だからカープの中にアニメキャラがいると思っていただいたら本当に。で、やっぱりそうだそうだ、もう漫画みたいな感じで本当気分屋でしてね、自分が登板したくなかったら登板しないという豪快さも持ってるんで。いいの？プロなんです。いいの？はい、プロじゃないでしょ、そんなの。たまにこう、なんすかね、バイトのニートみたいに、バイトしてるやつみたいにドタキャンっていうか、その日来なかったりする。学生時代の俺ですよ、もう本当普通に。みたいな性格も持っている、なんかその辺のこの危うさも僕好きな部分なんですけど。助っ人外国人ってそういうイメージってあります、僕も。ありますよね。でも昔それもちゃんとある。あります、あります。まあその辺もやっぱり独特の。面白いね。というですね。もうね、僕らのような、うん、なんだろう、野球全体にどうしてもこう、そうそう興味が持てない人はね、キャラで、そうキャラで入らないとダメなんですよ。そうなんですよね。うん、いいと思います。ね、似顔絵描くとことかから入ると面白いかもしれないですけど、その人のなんかキャラクターなんか、そうですね。で、今回そのヒゲが、じゃあちょっとせめてね、はい、どうぞ。はい、せめてデータ的なものを、ですね、今何勝してるんですか。この人だからね、抑えなんですよね。抑えっていうのはね、勝敗関係ないところが結構はいはい、大切でして、はい、前田健太って、この前やった前田健太投手は、うんうん、今回今4勝とか、はい、何敗っていう勝負なんですけど、この人はセーブなんですよね、うんうん、何回ホールドしたかっていうような役職が違うんですよ、同じピッチャーでも、はいはい、うんうん、どういうことかというとですね、じゃあ先発では立たない、先発じゃないです。最後の試合を締める人です。ほう。要はエンディング俳優みたいなことですよね。はい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 。リレーでいうアンカーですね。はい。はー。ただアンカーがめちゃめちゃ気分屋で危なっかしいっていう。だからハラハラしちゃうと。みんながこう繋いできたバトンを調子乗って短パンをここまでまくり上げて、やたらと女子の目を気にしてこうやって走っちゃう。っていうアンカー。角をこうやって曲がっちゃう。一番こけやすいですよね。短パンまくるまくるも裸足になるなるなる。いるな。でその裸足がめちゃめちゃでかい足だっつう。そういう、それが彼なんですね。はい、まあ、それが大好きなんです。僕はもうこの。わかりました。はい、でも結構そうそうセーブしてるんですか？ちゃんと。危ういながらも。今年はちょっと実は成績悪いんですよ。あら。結構さよなら負けすることもあるんですけども、本来の力はめちゃめちゃ持ってます。ポテンシャルはある。はい。めちゃめちゃあります。ちょっとそのあたりちゃんとセーブしてくれるのか、はい、そうですね、で出てきたらハラハラしながら見ればいいわけですね。大切なのは自分をセーブできるかってとこかもしれない。うまいね。なるほど、すみません。うまいね。そんな落語家みたいなこと言ってきた。いや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 、なんでしょう、初めて嫉妬しましたよ。なんだろう、いや、うまいこと言うな、なんで気づかなかったんだろう。あ、止められた。